ヤッホーみんな息してる。電池のサイン。歌うし食べるし喋るし、ゆうし、どうもゆうしくんです。そしてはい、食べるし食すし飛行機。え、食べるし食すし飛行機。デブやん。あの、今日は僕がプロデュースしてるアイドルグループスニーの死ねんやろ。え、違う、死ねんやろです。深いへんやん。大丈夫、全部俺が編集するから大丈夫。お前がとかも俺が俺が切れるから別にやばい発言しても俺しか編集しない。お前ミスって切らんかったりしたらやばいよ。それで、はい、ということで今日は質問を募集したので、質問に、一見仲が良さそうですが実は仲がいいコンビで答えていきたいと思います。どういうことや。すごいね、ユーシー声のトーン変わるね、ユーチューブ。一つ目、第一印象どんなだった。どんなだった。でも第一印象じゃないよな、だってさ、スニー組む前から一応さ面識はあったからさ、ね、スニー入ってからにしよう。スニー入ってからの第二印象。あー、これが型紙勇士なんや。もっとあるやろ。なんやろな、けど可愛い顔してんなぐらい。お、他は顔でかいな。小さいねん、小さいねん顔。俺はエロって思ってた。こいつエロいぞ。どういうこと、どういうこと。雰囲気と髪型と前髪なかったやん、あの時センター分けやな。オーディション中に、あ、このメンバーやったら多分自分はこういうポジションやろうなとかいうのを考えながら。すごい、そんなん考えてたんや。考えてんの。教えてよ。リクはだから年結構いってるあ、この人は多分お兄ちゃんポジなんやろうな。はいはいはい。ペイは一切さ表情変えへんかったやん。無表情、ポーカーフェイス。ポーカーフェイスやったね。口数もそんな多くなかったやん。少なかった。後々その時人見知りやったっていうのは聞いたからあれやったけど、この子すごいクールやなっていうので、モームスで言うごまきポジ。めっちゃいいポジションやん。そう、おるだけで、あ、この子鼻があるねって言われるポジ。リクは例えるなら中澤姉さんだ。みんな怒ったりするんかなって。あ、はい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 。秋はもう王道可愛い系で行くんかなっていう。モームスに例えるとしたら辻ちゃん、かごちゃん、何喋っても可愛いってメンバーが言う。王道可愛い系なら被ってるやん。これ王道じゃないもん別に。王道じゃないの。プデの時はどういうポジション。プデの時はもう超バラドル、バラエティアイドル。ボケまくってた。次、嬉しいコメント、スニーのカオランコンビ。ありがたいですね。でもスニーカオラン高いって言われてるで。ほんまに。みんなからカオラン高いか。そうそう、プデのメンバーとかがスニーってカオラン高いよねって。そうなんや。売れぴよ。一番イケメンなのはやっぱエッチですか。あ、美咲さん。美咲さんじゃないな。一番かっこいい。え？ブルカットする。うん。美咲さんじゃなく、まあ、一番かっこいいんやろ。やっぱ俺が後期。でもさ、人によってかっこいい。まあそう、かっこいいの、そう、人によって違う。そう、ほんまにそれ。お互いの好きなところはありますか。俺に全部イエスだと。ああ、いいよーって言うか俺。でもいいよーは口癖やから、急にドタキャンもあるで。後期のいいところ、あ、俺が、いや、まだ帰ってほしくない、まだいてほしいって言ったら、ほんまに帰ってくれへん。そういうの言われたら帰れなくなっちゃうから。あ、そうなんだ。お人よしなんや。人よしやる。お互いの嫌なところ。嫌いなやつに対してめちゃくちゃ嫌いが出てる。あ、俺、確かに。でもそれはそうや、自分もそうや。俺はそんなことない。そうや、ね、そう、俺らあのスタッフの中ではすごい、あの問題児2人って呼ばれてる。俺は問題児じゃないよ。いや、なんか両方ケンケンしてるあのスタッフに対して当たり強いから嫌われやすいかも。でも頑張ります。スニーの裏話とか話してほしい。あ、あるやん、A 線彼氏のミュージックビデオの前日に、前日お酒飲まないでくださいねって言われてたけど、朝まで飲んでました。でもそうとは思えないぐらいさ、みんな2人とも頑張ってたよな。ごめんなさい、ちょっとバタバタしてめちゃめちゃ汗かいたんで、髪型2人とも変わってるんですけど。次、兄弟みたい。どっちが兄。俺やろ。性格的には俺やろ。絶対俺。いや、ないわ。弟やろ、だって。俺も次男やけど面倒見いいから俺やな、兄貴は。もうじゃあこれで最後です。
2人で最高の笑顔が見てみたい。今赤だから。ということで皆さん、たくさんの質問をありがとうございます。なんとか使えるように編集しますということで、この動画が良かったと思う人はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。中指やめろよ。